何作っちゃおうかな。何を入れるのがいいかな。うわ、いい感じかも。いいもの、できそうだよ。さあ、何を入れよう。どれがいいかな。これでどっ、さあどうだ。じゃーん、こんな感じかな。どこに入れようか。さあ何を入れよう。いいものできそうだよ。悪くないんじゃないかな。どこにしよう。わっ、何かが変わりそう。おう、どこに行く？よし。わあ、ひんやりしてて気持ちいい。よーいしょ。こ
これならいけるよね。せい。今だ。頼んだ。今僕も続くよ。ぶっ飛べ。おりゃ。そこ行くよ。これくらい当然だ。よいしょ。さなら俺でも集められそうだな。毒があるはずだよ。気をつけてね。やっ、これならいけるよね。おやっ、今だ今だ、ほらよ、まだまだ、そここれくらい当然だ。また一つつ、まだまだ強くなるよ。おっとだ、あ、やっ、肩慣らしにもならねえな。せい、今だ。そこ、せえな。行くよ。今だ。せい。そこ。さあ、行くぞ。せい。今だ。行くよ。これくらい当然だ。肩慣らしにもならねえな。せい。そこ、せい、行くよ。これでどうだ。さあ、行くぞ。しっかりね。まだまだ。さあ、どんどん進もう。宝石って色々、これならいけるよね。せい、行くよ。今だ。そこ、せい、せい、とっておきの炎だ。これくらい当然だ。肩慣らしにもならねえな。おや、当たれ。そこ、おや、燃えよ。行くぞ。これくらい当然だ。よし、あった。煮込んだら美味しい。肩慣らしにもならねえな。これならどう。まだまだ、おりゃ、えい、倒、まだ、おりゃ、行くよ。とっておきの炎だ。えい、せい、そこ、ライザ、頼んだ。隙を作って。今だ。そこ、当たれ。
そういや島にはあまり鉱石ってないよね。全くないわけじゃないけどさ。どこに行こうかな。よっ、この景色見てるとなんかお腹空いてきちゃうな。お弁当持ってくればよかった。どこに行く？よし、よし、行くぞ。何か新しいこと起こるかな。やあ！行くぜ。今だ。当たれ。せい。これでどうだい。痛えな。えい。切り裂く。レッド、任せた。今だ。行くよ。援護するよ。行くよ。どうだ。レッド、任せた。援護するよ。さあ、どんどん進もう。うーんしょ。中身はなんだ。ねえ、どこに行くんだい。よっ、ここ潮の満ち引きがあるはずなんだよね。いつ沈むかわからないよ。一気にやっちゃおう。せい。行くよ。そこ。せえな。せい。せい。ガオ、しっかりね。
そこ。せえな。おりゃ。行くよ。そこ。今だ。行くレッド、頼んだよ。レッド。今だ。そこ。今だ。おりゃ。おりゃ。ライダー。行くよ。行くよ。そこ。そこ。ライダー。今だ。頼んだ。行くよ。おりゃ。追撃するね。ぶっ飛べ。行くよ行くよ、タオしっかりね。えい、ー、行くよ。これでどうだ。おや、行くよ。えい、ー、援護するよ。せっ、そこ。おや、そこ。せっ、そこ。どうだ。そこ。ライダー、頼んだ。当たれ。ほらよ。燃え上がれ。次も行けるかな。どこに行くんだい？よし、行くぞ。何作っちゃおうかな。どこにしてさ、何を入れよう。さあ、何を入れよう。いいもの、できそうな予感。さあ、何を入れよう。いいもの、できそうな予感。何を入れるのがいいかな。いいもの、できそうな予感。何を入れるのがいいかな。うお、いい感じか。さあ、何を入れよう。何を入れるのがいいかな。いいもの、でき、どれがいいかな。何を入れるのがいいかな。いいもの、で、どれがいい。これでいいかな。さあ、どうだ。悪くないんじゃないかな。何を入れるのがいいかな。どこにし、何を入れるのがいいかな。何を入れるのがいいかな。いいもの、できそうなよ。さあ、何を入れよう。うお、いい感じか。何を入れるのがいいかな。うお、いい感じかも。何を入れるのがいいかな。いいもの、できそうな予感。さあ、何を入れよう。いいもの、で、どれにしようかな。これでうまくいくかな。悪くないんじゃないかな。
ればいいかな。うわー、いい感じ。何を入れるのがいいかな。いいもの、できそうな予感。さあ、何を入れよう。うわー、いい感じかも。さあ、何を入れよう。いいもの、できそうな予感。何を入れよう。何を入れるのがいいかな。さあ、何を入れよう。いいもの、で、どれにしようかな。これでうまくいくかな。悪くないんじゃないかな。どこにしよう。何を入れるのがいいかな。いいもの、できそうな予感。何を入れるのがいいかな。いいもの、できそうな予感。さあ、何を入れよう。うわ、いい感じかも。何を入れるのがいいかな。いいもの、できそうな予感。さあ、何を入れよう。うわ、いい感じかも。さあ、何を入れよ。さあ、何を入れよう。うわ、いい。どれがいいかな。これでと、うまくいくかな。悪くないんじゃないかな。どこに入れようかな。どこに入れ、何を入れるのがいいかな。うわ、いい感じ。さあ、何を入れよう。うわ、いい感じかも。さあ、何を入れよう。新しいものができちゃいそう。さあ、何を入れよう。うわ、いい感じかも。さあ、何を入れよう。うわ、いい感じか。さあ、何を入れよう。うわ、いい感じかも。さあ、何を入れよう。うわ、いい感じかも。何を入れるのがいいかな。次はどれにしようかな。これでどう、うまくいくかな。できた、バッチリ。なんか上達してきた気がする。どこにしよう。さあ、何を入れよう。さあ、何を入れよう。うわ、いい感じか。何を入れるのがいい。いいもの、できそうな予感。何を入れるのがいいかな。いいもの、できそうな予感。何を入れるのがいいかな。うわ、いいか。どれがいい。これでうまくいくかな。じゃーん、こんな感じかな。どこ。さあ、何を入れよう。うわ、いい感じ。何を入れるのがいいかな。いいもの、できそうな予感。さあ、何を入れよう。うわ、いい感じかも。何を入れるのがいいかな。さあ、何を入れよう。うわ、いい感じか。何を入れるのがいいかな。
うわ、どれにしよう。これさ、どうだ。やった、できた。どこに何を入れるのがいいかな。うわ、いい感じか。何を入れるのがいいかな。どこに、さあ何を入れよう。うわ、いい感じ。さあ何を入れよう。いいもの、できそうな予感。さあ何を入れよう。いいもの、できそうな予感。何を入れるのがいいかな。うわ、いい感じかも。さあ何を入れよう。うわ、いい感じかも。さあ何を入れよう。うわ、どれにしようかな。これでいい。さあどうだ。やった、できた。何を入れるのがいいかな。いいもの、できそうだよ。何を入れるのがいいかな。うわ、いい感じかも。何を入れるのがいいかな。うわ、いい感じか。さあ何を入れよう。いいもの、できそうな予感。何を入れるのがいいかな。何を入れるのがいいかな。何を入れるのがいいかな。うわ、どれがいいかな。これでうまくいくかな。やった、できた。どこに行く？よし、行くぞ。どこに行こうかな。よし、ボス、あんたまたクラウディアにまで。これで全員勢ぞろいってわけか。お前たち最近は冒険ごっこに飽き足らず、流れ者とつるんで怪しい真似をしてるらしいな。
ウロチョロと御用聞きして回ってるってあちこちで聞いてるぞ。怪しい真似って何さ。錬金術よ、錬金術。言ったでしょ、もう構ってやる暇はないって。今さら物珍しいまじないに当てられてガキみたくはしゃぎ回ってるのが目障りなんだよ。誰がガキみてえだって。今さら。ボースこそランバー引き連れて気分はガキ大将。どっちが子供なのよ。こいつは剣の稽古相手だ。遊び歩いてるお前らとブルネン家の跡取りである俺を一緒にするな。どうしてそんなにライザたちを目の敵にするんですか。こいつら。こいつらはいつまでもグズグズくすぶってくだらない夢ばかり語ってるくだらない奴らだ。俺は違う。俺はブルネンクの男として勉学も剣の稽古も日々なすべきことをなしている。でもライザたちも今は流れ者やお前という外からの刺激を受けて浮かれてるだけだ。ボスてめえ、昔馴染みだと思って我慢してやってりゃつけ上がりやがって。つけ上がってるのはどっちだ。昨日今日でお前たちの何が変わるというんだ。いいわ、私たちの変わりようをあんたにも分かるくらいしっかり見せつけてあげる。せめて旅商人が出ていくまでは飽きずに続けろよ。そいつとの付き合いが気まずくなるだろう。聞いたよね、みんな。やるわよ。ああ、俺たちのやってることが本気の本気だってボースの野郎に。村、僕だって変わったつもりだからね。ボースの前じゃ怖くて言えないけど。もしかして以前はみんな仲が良かったのかな。あ、それはそうと、クラウディアたちは何してたの。そうだったわ。ちょっと変なことになっちゃってたけど、もともとライザに話があったのよ。お父さんが次の課題を出すからお呼びしなさいって。待ってました。次は何かな。詳しくは聞いてないけど、私の家の近くで行うみたい。わかった、早速みんなで行ってみよう。こんにちは、ルベルトさん。モリッツさん。来たか、悪党どもめ。ブルネン家の人間を待たせるとは随分偉くなったものだな。悪党。モリッツさんにとって僕らはまだ遊び回ってた子供の頃のままなんだね。キッ、言い張り腐りやがって。お父さん、次の課題の話だったんじゃ。どうしてモリッツさんが。うん、課題が村からの依頼にもなるためだ。あそこに山積みになった瓦礫があるだろう。言われてみればなんだかいろいろ置いてありますね。先日の地震で出た瓦礫が集められている。それ以外のものもいろいろあるようだが。初めはそんな量でもなかったのだが、
ここに集めれば良いと思い込んだ連中が次々と捨てていきよってな。往来に支障が出て苦情も寄せられている。村の生活を守るこの私としても放ってはおけん。はあ、それでって、もしかしてお前たち最近なんとかという便利なものをやっとるんだろう。それでここをパパーッと片付けてくれ。なんとかじゃなくて錬金術です。どうでもいいわい、そんなことは。それよりできるのかできんのか。そりゃやれと言われればやりますけど。頼りない返事だな。本当にこやつらに任せて大丈夫なのですかな、ルベルトさん。ええ、我が家の地下室で起きた水漏れも彼女の錬金術で解決しました。任せてみましょう。そこまで言われるのでしたら、お前たち私の期待を裏切るなよ。別にそっちはどうでもいいけど。まあクラウディアのために頑張りますよ。水漏れの次はガラクタ掃除か。いよいよ便利屋扱いになってきたね。なんだかごめんね。クラウディアのためだし、なんてことないって。それより、あの大量の瓦礫をどうするか。せめて小さければよそに運べるんだけどな。一つずつぶっ壊していくのも手間だし、どうしたもんか。ぶっ壊す？それだ！爆弾でまとめて壊しちゃおう。あれどうしたの、みんな変な顔して。これでどうだろう。よし、大丈夫かな。あ、いや、それが一番楽な方法だとは僕も思うけど。ライザは考えることが物騒というか大雑把というか。せめて失敗の巻き添えを食わないよう気をつけないとな。そこ、ごちゃごちゃうるさい。行くぞ。言ったでしょ、簡単じゃん。大惨事にならずに済んだが、ライザに使者上出来だな。どうしてそう回りくどい言い方するかな。素直に褒めなさいよね。何やらすごい音がしたが、俺はどうですか。邪魔なガラクタがこの通り綺麗さっぱり片付きましたよ。ほう、多少焦げてはいるが確かにやりおったな。見事だライザリン・シュタウト君、二つ目の課題も合格だな。よかった。親ってのはそう簡単に子供を認めちゃくれないの。雨漏りの修理でも壁の塗り替えでも何でも来いって気分だね。ほう、錬金術というのはそういうのもできるのか。バカ、余計なこと言うな。本当にやらされるだろう。あっとだ。遠慮せず何でも雑用受け付けたらどうだ。それで村の連中にいい顔もできるだろう。ボース、俺たちのやってることが雑用だってのか。
片付けが雑用でなきゃ何なんだ。父さんにお前らを推薦したのは俺なんだぜ。少しは感謝してほしいな。お父さん、この課題ってそういうことなの？別に雑用でも構わないのよ。実際に役には立ってるんだし。むしろ私の錬金術のアピールにご協力ありがとうございますって感じ。ち、負け惜しみは。どっちが負け惜しみだよ。ざまあ見ろ。ん？何がどういうことですかな、ルベル。さて、子供同士の何ということのないじゃれ合いでしょう。それでは我々も戻りますかな。お父さん、thank you.
こんばんは。これでいい。取り引どれ。また。おう、どこに行く？聞いてもらいたくて。それに私も。あ、クラウディアも分かってきたみたいね。その心意気に免じてお父さんには黙っててあげよう。ありがとう。それじゃ早速フルート聞かせてよ。ございました。うん、すごくいいよ。前より肩の力も抜けてるし、みんなへのお披露目ももうすぐかな。それはまだ早いかも。入るぞ。ああ、二人とも来ていたのか。おかえりなのかな。遺跡の調査、お疲れ様です。あれから、あの魔物は？この近くにはいないようだ。一応いいことではあるんだが。ならよかった。クラウディアが気楽に来られるように、安全は確保しときたいよね。そいつをこっそり吹くためにか？別に隠す必要はない。最初に会った時も楽器ケースを持っていただろう。え、二人ともクラウディアのフルートのこと。ああ、フルートなら旅先でも見たことがある。別に言い立てることでもないと思っていたが。そうなんだ。人目につかないようにこっそり練習していたというわけか。お父さんには秘密にしておいてくれると助かります。それが対象を離れて森に入り込んだ理由か。確かにここなら誰にも知られずに練習できるな。お父さんだけじゃなくてボスに見つかっても何言われるか分かったもんじゃないしね。ボース君って私にも意地悪するのかな。するする。私たちが嫌がることなら何でもね。お父さんに秘密にしてることももし知られたら。あまり友達のことを悪く言うもんじゃないぞ。友達？あんなやつ友達なわけ。練習の邪魔をして悪かったな。リラ、もう一回りしてこよう。ああ、それじゃあな。それじゃあ私も戻るね。聞いてくれてありがとう。
何作っちゃおうかな。何作っちゃおうかな。どこにし、さあ何を入れよう。さあ何を入れよう。おお、いい感じかも。何を入れるのがいいかな。いいもの、できそうだよ。さあ何を入れよう。いいもの、できそうな予感。さあ何を入れよう。どれがいい。これでうまくいくかな。やった、できた。どこに、さあ何を入れよう。さあ何を入れよう。どれに、これうまくいくかな。できた、バッチリ。どうしようかな。どこ、さあ何を入れよう。さあ何を入れよう。何を入れるのがいいかな。いいもの、できそうだ。さあ何を入れよう。いいもの、できそうだよ。何を入れるのがいいかな。さあ何を入れよう。何を入れるのがいいかな。おう、どこに行く。よーし。
おう、どこに行く？よし、行くぞ。ねえ、どこに行くんだい？よし、行くぞ。ねえ、どこに行くんだい？よし、行く。待て待て、今日は説教をしに来たわけじゃない。え、違うの？てっきりいつもの流れかとは。分かってるならもう少し。じゃない、お前に一つ頼みがあるんだ。頼み？ああ、私じゃなくて船着き場の漁師が。いや、直接話を聞いた方が早いか。一緒に来てくれ。最近お前が錬金術とかそういう便利なことをやってるって話を聞いてな。それで私に相談を？アガーテ姉さんにまで頼られるなんて、ちょっとは認められてきた？こら、調子に乗るな。すまないが、さっきの話をこいつにもう一回してくれないか？話してなんとかなるなら何度だって話すよ。実は魚がちっとも取れなくなっちまったんだ。魚が不良ってやつ？ああ、ここ最近だが、急にいつもの漁場から魚が消えちまったんだよ。おじさんだけじゃなくて、村の漁師さん全員取れなくなっちゃったの？ああ、そうだ。別の漁場を探したり、網を変えたり、いろいろと試してみたんだが、どれも空振りさ。正直もうお手上げでな。網元もうちのじいさんも、こんなのは生まれて初めてだって言ってるよ。どうだライザー、お前の錬金術でなんとかできそうか？なんとかね。私にできるとすれば、強力な餌を作ることくらいかな。解決できるんなら何でもいい。とにかく頼むよ。このままじゃ俺たちは干上がっちまう。わかりました。この錬金術師ライザリン・シュタウトがちゃちゃっとお悩みを解決してみせましょう。頼んでおいてなんだが、本当に大丈夫か？大丈夫だって。餌にするものは思いついたから、なんとかして作ってみるよ。普通にやったらうまくくっつけられないだろうけど、錬金術を使えば多分。何でもいいからうまくやってくれよ。おう、どこに行く？よし、行くぞ。アンペルさん、そのジャラジャラしたのは何？ん？これか？これは錬金術に使う宝石だ。そのまんまジェムって呼んでいる。綺麗。錬
金術に使うって何かの材料にするの？今のお前ならわかるかな。錬金術には一度作ったものをさらに強化する技があるんだ。さらに強化。ああ、作ったものの限界を突破させるとでも言うか。極めればとてつもなく強い道具も作れるぞ。もちろん特別な技には特別な材料が必要となる。それがこのジェムというわけだ。ジェムはどこで手に入るの？ジェム還元といってな、さまざまな材料を変化させてこれらの宝石を生成する。え、すごい。それって普通の材料から宝石を作るってことだよね。ジェムを売れば一攫千金なんじゃ。見た目は綺麗だが本物の宝石じゃないから希少価値はないぞ。売っても大した値はつくまいよ。我々錬金術師にとっては利用価値は大いにあるが、自分で作れるものをわざわざ買うやつはいないだろうな。つまり綺麗なだけで1コールにもならないのか。残念。甘い目論みが崩れたところで、作ったものの最強化について説明しようか。どれを強化しようかな。どうしようかな。どこに入れようかな。どこに行く？よーよーいしょ。どこに行くんだい？よし。やっほー。あ、ごめん。はあ。
ま、また来ます。どこに行く？ねえ、どこに行くんだい？よし、行くぞ！どうしようかな。さあ、何を入れよう。おお、いい感じ。さあ、何を入れよう。いいもの、できそうな予感。さあ、何を入れよう。いいもの、できそうな。何を入れるのがいいかな。何を入れるのがいいかな。新しいものができちゃいそう。さあ、何を入れよう。何を入れるのがいいかな。いいもの、できそうな予感。さあ、何を入れよう。ちゃんと考えないとね。おお、いい感じかも。さあ、何を入れよう。いいもの、できそうな予感。さあ、何を入れよう。おお、いい感じかも。何を入れるのがいいかな。おお、いい感じかも。どれにしようか。これで。さあ、どうだ。悪くないんじゃないかな。どこにしよう。どれを強化しようかな。
何作っちゃおうかな。自信あるんだよね。肝心の釣り竿はお父さんの借り物だったけど、でもこれで自分専用の釣り竿もできたし、釣りのし放題。そんなところ、それなりに効果あると思うから、あんまり派手にばらまかないでね。エリプスコアやたらと深いから薪は効き目が薄いんだが、まあ漁師仲間には俺から配っとくよ。よろしく。あと汽水湖って潮目が変わると外界の魔物も入ってくるっていうから気をつけてね。ほう、魔物なんて嵐でもなきゃ入ってこないもんだが。もう一応気をつけとくよ。それじゃあな。後でどんな感じだったか教えてね。
アーガーテン姉さん、何人のことジロジロ見てんの？いや、極めつけの悪ガキも年月を経ればそれなりに成長することに。それちょっとひどくない？せっかく姉さんの頼まれ事を引き受けたのに。すまんすまん。要するに錬金術師のお前を応援してるってことだ。本当かな。おう、どこに行く？おう、どこに行く？よし！どうしようかな。何を入れるのがいいかな。いいものできそうだ。何を入れるのがいいかな。いいものできそうだよ。さあ何を入れよう。さあ何を入れよう。新しいものができちゃいそう。どれにしよう。これで。さあどうだ。できた。バッチリ。それでさ、あのアガーテ姉さんが目をキラキラさせて錬金術師のお前を応援するとか言って。すごいね。
ライザも村の人たちに錬金術師として認められてきてるんじゃないかな。そうなのかな。まあ認めてくれるっていうなら悪い気はしないけどさ。自慢話より、潮目の変化で外界の魔物が入り込む危険性をちゃんと漁師に伝えたか。魚が消えたのは大型の魔物が湖に入り込んだせいかもしれないんだぞ。分かってます分かってます、それもちゃんと言ったってば。湖を渡る時も水面に影や揺らぎがないかしっかり見張るのを忘れるなよ。リラさんに教わったコツも実践してるから大丈夫だと思います。ライザーいるよね。うわ、びっくりした。なんなのいきなり。餌だよ、ライザーの餌。は？ライザー漁師さんたちに餌を渡したんでしょ。あれのおかげで大量になったって大評判なんだよ。うまくいったんだ。もちろん確信あったけどね。すごいよライザー、本当に錬金術師として有名人になったかも。仲間の僕が漁師さんたちに囲まれてもっと餌を作ってくれって頼まれたくらいにはね。大したもんじゃないか、錬金術師ライザリン・シュタウト。評判を聞いたルベルトさんが早くクラウディアのことを許してくれればいいんだけど。ああそうだ、本題は餌のことじゃなかった。ライザー、そのルベルトさんが用があるからすぐ来てくれって。お父さんが？また新しい課題かな。ここまで来ればとことん付き合うよ。すぐ準備していこう。どこに行こうかな。よし、準備できた？今日もいろんなところ。ああ、バッチリだぜ。どんな魔物が出ようとみんなを守ってやるよ。おお、頼もしいじゃないのレント。期待してるからね。何がどんな魔物が出ようとだ。お前みてえなガキが何の役に立つってんだ。親父、酒臭っ。また飲んできたのかよ。ああ、俺がいつ酒を飲もうが勝手だろうが。その勝手で周りが迷惑してんだろ。生意気な口叩きやがって。迷惑がどうした。あんな奴らが俺をどう思うと知ったことか。
厄介者と思ってんならその通り振る舞ってやる。ザムエルさん、レントは？いいんだ、ライザ。親父、いい機会だから言っておくぜ。俺はもう厄介者の息子だからって無駄にいじけたりしねえ。そういうあんたの気分にもう引きずられたりしねえ。俺は俺だ。なんだと？行くぞ、ライザ。おい、レント、待ちやがれ、レント！失礼します。チキシュー、なんだってんだよ。あいつまで、あいつまで、クソ、クソ。くれのくせにバカ力だけは無駄に残ってやがる。もしかしてお父さんに殴られたの？ああ、うちのはちょっと困りものでさ、クラウディアンとこの過保護と真逆だよ。最近は殴られるばかりじゃなくなってきたけどね。今度はなんで喧嘩したの？あれだよ、ライザとつるんで有名になってきたせい。私のせい？要は自分の知らないところで俺が有名になってるのが気に食わないってことさ。どっちにしても最悪な理由だよ。俺としちゃざまあ見ろってとこだけどな。こんにちは、ルベルトさん。わざわざ呼び出したってことは、うん、新しい、そして最後の課題を君たちに出そうと思ってね。本当？お父さん、やった！いよいよだね、クラウディア。気が早いな。まだ課題は達成されていないぞ。そうでした。課題の内容は何で？課題はまず私自身が錬金術師である君の腕前をこの目で実際に確かめることから始めた。はい。そして村でそれなりの信用と支持を得られるようモリツさんからの提案を君たちに任せてみた。あのガラクタ掃除ってそういうことだったんだ。そして私の出した課題ではないものの不良を解決して村の人たちの確かな信頼を得た。あれはなんとなく流れでそうなったというか。そこで最後は本来の問題に立ち返ってクラウを任せるに値する人間かを見極めさせてもらう。ついに来たか。で、俺たちは何をすればいいんだ？対岸の我々の対象も通ってきた街道に最近魔物が多く出没するようになっている。魔物？それらに対応しながら北の分かれ道まで進みまた帰ってくるまでの競争をしてもらいたい。競争？詳しくは後で話す。言うまでもないが危険な課題だ。
しっかり準備してから島の対岸の船着き場に来てくれ。わかりました、やってみせます。おう、どこに行く？おう、どこに行く？よーし。あれ、アガーテ姉さんとボースまで？なんでここに？競争ってまさか。ああ、実力を測るための競争相手として同年代のボース・ブルネン君とラン、そして村の守り手にもご協力いただく。ボース、あんた最近お前たちが調子に乗ってると聞いたからな。俺との実力差を思い知らせるにはちょうどいい機会だ。私はお前とランバー、それに守り手の3人でライザたちと互角程度と思ってたから認めたんだがな。なっ、アガーテ姉さんの評価じゃ文句も言えねえな。お前とランバーはハンデってわけだ。くっ、見ていろ、競争に負けて吠え面をかくのはお前たちだからな。ライザもボースもひいきはしない。判定は厳正に下す。ルールは簡単だ。この街道の先にある北の分かれ道、そこに小屋が建っている。その扉に刻んである旅人に向けた注意書きの3番目を書き写してくること。競争とはいえ魔物もいるから慎重にな。その対応も判定に加える。私の出した課題だが、街道の安全確保も目的だ。まずは俺たちの方から先に出発する。魔物は狩り尽くしておいてやるから、ゆっくり来い。やれやれ、お月には抑えるように言っておいたが、あれ、アガーテ姉さん、俺たちはいつ出発するんだ？このままじゃ差を広げられちまう。焦るな、ちゃんと開始時点からの時間を測るよ。あとボースにはすでに伝えたが。何？お前らは詳しくは知らないとは思うが、街道の途中に古い廃墟群がある。その廃墟付近で大きな魔物を見たと旅商人の間で噂が立っていてな。大型の魔物、まさか小妖精の森のあいつじゃないよね？この辺りなら安全そうかな。待ちくたびれたぜ。とっとと進んでボースたちを追い越してやるか。焦って進むなって注意されたばかりなのに。魔物もいるんだし慎重に行こう。慎重に。そうそう、慎重に。でもちょっと急いで出発。剣の腕を磨くいい機会だ。
と僕に近づかないでよ。虫が嫌いなの知ってるだろう。肩慣らしにもならねえな。せい当たれ。そこ今だ。おや、もう終わりかよ。また一つ。まだまだつ、あーちょっと、やあ。虫取りは苦手なんだよな。俺がやったらみんな潰ししまうからな。よいしょ。やあ。宝石のこの重量感、投げつけるのに向いてるかもな。よし、冒険だ。新しい何かを目指して。大きい材料なら俺の剣で細かくするか。やあ。これ生臭いな。もう必要。よほど慌てて駆け足してきたか。おあいにく様、私たちはのんびり歩いてこの速さよ。そう。誰がもたついてるだって。速さが全てじゃないとアガーテも言っていた。勝つのは俺の方だ。ボースのやつ珍しく慌ててやがる。あれ見ただけでもこの課題を受けた甲斐はあったな。何言ってんのよ。クラウディアのために課題を達成しなきゃ意味がないじゃない。そうそう、早いとこ用事を済ませて帰ろう。あった、これか。3番目は何々。南に下る旅人は決して街道を外れるの？ん？それって村でよく歌われてるわらべ歌じゃん。ああ懐かしいな。確か続きは、西は悪魔の野が迫り東の城には竜が住むだったか。東の城って竜星の古城のことかな。村の近くじゃ一番大きなクリント王国の遺跡だよね。実際に竜を見た人はいないけど、アンペルさんは一応用心してまだ未調査なんだっけ。村にはそもそも見に行こうと考えるやつすらいねえな。悪魔の野はそれ以上の完全な禁忌になってるんだ。レントの目指す塔はその先か。ああ塔どころかすぐ手前の野に踏み込んでみようって覚悟も腕前もまだまだ私たちにはないね。決して街道を外れるなったよ。さあ注意書きも分かったし帰ろう帰ろう。タオは行く時より帰る時のが元気ね。うわっ！何今の。こんなところで爆発。行ってみようぜ。何が起きてるのかもわからないのに危ないよ。おじけづいてる場合か。ボスたちが危ないかもしれないんだぞ。わか。なんだありゃ。ボース、ランバー。
よくも。うわ、まさかあれって竜本物の。早くみんなを助けなきゃ。助けるったってあんなのどうすりゃいいのさ。見つかった。こっちに。こうなりゃやるしかない。逃げなきゃ。でも助けないと。でも逃げなきゃ。どうしよう。助かった。あっちは古城の方だ。あのわらべ歌の通り、やっぱり流星の古城に竜はいたんだ。そんなことよりボスたちを助けよう。早く。おお、生きてるよなクソったれが。ちょっと待って、腰が抜けて。まごまごしてるとまた竜が帰ってくるわよ。分かったよ。お前たちみんな無事で何よりだ。そして怪我人を救ってくれたこと心から感謝する。守り手の一人としては同輩が手もなくやられて心苦しい限りだが、アガーテ姉さんが気に病む必要ないよ。私たちも竜が逃げたから助けられただけだし、レントが古城の方に飛び去ったって言ってるから、あれって間違いなくわらべ歌の竜だと思う。それよりそのあいつら大丈夫なのか。傷は大したことなかったが。ああ、爆風に巻き込まれて地面に打ちつけられた衝撃で気絶しているだけだ。大事を取って3人とも搬送させたが、あくまで念のためだ。そんなに心配するな。よかった。この度はこんなことになってしまって申し訳ない。私からも謝罪させてほしい。別にルベルトさんのせいじゃないですよ。ライザの言う通りです。あんなものがうろつき始めた状況ではいずれ誰かが襲われていた。競争という形を取り、互いが近くにいたことでかえって大事に至らずに済んだとも言えます。そう言ってもらえるとありがたい。はい。緊急事態下においても君たちは最善を尽くし、皆の命を救って帰ってきた。娘を託すのに君たち以上の人間はいないだろう。それじゃあ。ああ、こんな時に言うのもなんだが、課題は合格だ。村に滞在する間。もちろんです。任せてください。やったねクラウディア。うん、ありがとうライザ。レント君、トウ君も本当にありがとう。まあいいってことよ。危ないところには行かないよ。ライザを抑えてくれると助かるな。危ないところ。古城の竜については
村で改めて話し合う必要があるな。確かに、あの森にいた魔物と今回の竜、どちらも急に現れたのは偶然なのかな。どこまで続いてるんだろうな、この道。どこに行くの？よし、行くぞ！